歴史認識というのが問題になって、まあ言ってみれば今はまあ歴史と経済ブームっていうんでしょうかね。ちょっとまあそういう感じがするんですけれども、この歴史っていうのがですね、どういうふうに見るかって大きく違うわけですね。例えば私がまあ普通の歴史というものから山下芳文さん、それから東条英機首相というふうにまあ整理をしてまいりましたが、その背景にあるのがですね、やっぱり人類の大きな歴史の流れなんですね。まあ、特にアーリア人というものの存在と、まあ、社会の変化っていうのが、まあ、一番問題なわけですが、この我々が学んできた歴史っていうのは私から見るとですよ、歴史学者からそう反撃を受けますが、あ、ところで歴史学者はあんまり反撃してこないですね。あの経済っていうのはすぐ人を罵倒するんですよ。武田は何にも知らないとか、マクロ経済ではこうだとか言ってわーっと来るんですけども、歴史学者は余裕があってですね、やっぱり歴史を学んでですねおられるので、ちょっと人格がいいんですかね、ちょっと分かんないですが、お金を相手にしている学者っていうのはものすごく攻撃性が高いんですけど、歴史の方はそういえばあんまり攻撃してこないんですけども、まあそれはともかくとしてですね、歴史学者っていうのはおそらくですね、文学的なんじゃないかと思うんですよ。人に興味があるっていう感じなんですね。ですからまあこの表紙に書いたように、例えば源頼朝、まあ、鎌倉時代を開いたと。そうするとこの時に源義経、かわいそうな義経、それからすぐ源実朝がまあ三代将軍で殺されて北条時政の一家が出てきて、で最後に北条高時だったかな、殺されて足利尊氏が出てきて、それからまあ室町時代は足利義満の三代将軍とかいろいろあって、それから一時天皇がまあちょっと盛り返して、そして天皇が盛り返したのはもうちょっと前ですけれども、それから、まあ、安土桃山時代、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康なんていうのも、僕ら耳たこで聞かされるんですよ、歴史ではね。そんなことお前知らねえのかとこうやられるわけですが、しかし、この写真を見ても分かるように、源頼朝と徳川家康とほとんど同じ感じですよね。人間に興味のある人はですね、源頼朝と徳川家康って全然違うじゃないかって言うんですけど、僕なんか科学の世界なんで全く同じじゃないかと、ちょっと顔が細いか太いかぐらいじゃないのとこれ織田信長だったらほとんど細身だから、細顔だから同じかもしれませんね。それから下にですね、今度は庶民の生活ですよ。ちょっと見にくいんですけども、鎌倉時代の農村の生活というのはまあそれほど、ないし、例えば徳川家康の下にあるものは、これはもうほとんど写真なんですよね。この頃写真が来ました、まあ、1850年頃と思われますね。それから片方が1400年ですから、1400年ですから1400年と1850年ですから、450年間、農村というのはですね、稲を植えて田植えして刈り取るというのを人間の手でやってると。で格好もですね、まあ、鎌倉時代というと烏帽子みたいなのをかぶってるのが多いんですけれども、まあ、江戸時代では麦わら帽子みたいなものとか、女の人はこうなんかタオルみたいな、手ぬぐいみたいなのを巻いてあるということでですね、これなんか違いがあるんですかねつまり鎌倉時代から江戸時代の末期まで、日本の殿様も同じ、それから日本の農村もほぼ同じじゃなかったんでしょうかね。なんで鎌倉時代とか室町時代とか織田信長とか徳川時代とか言わなきゃいけないんですかね。それなんで子供がそれを覚えなきゃいけないのか、それは歴史なのかという感じがしますよね。いや実はですね、私は実は科学者の中の科学者といったら傲慢じゃなくてですね、興味がそうなんですね。人間にあんまり興味ないっていうこともないんだけど、例えば部屋の中に入りますとね、パッと部屋の中に入りますね。そうしますとそこに 2,3 人の人がいたら、多くの人はですね、どういう人がいるかっていう方向に興味が向くんですよ。私はそうじゃなくて、そこの部屋の事実が気になるんです。人間が3人、天井にシャンデリアが1つ、壁の材質はこれは漆喰であるとかね、そういうことが気になって、床は板で引いてあるけども、この板はどういう板であるという、こう事実を 見るんですよ、私は。この部屋はっていうと。ところが、一緒に入った文学部の人とか、法学部の人とか、まあ、科学者でもそういう人多いんですけど、人間の方に顔がいっちゃうんです、注意がいっちゃうんですね。で、この差なんじゃないかと思うんですよ。
私はだからそのどっちの歴史が正しいかというんじゃなくてですね、私は事実の変化だったらば歴史が変化したと思うんですけども、歴史学者は人が変化すると変化したと思うような感じがするんですよ。僕から言わせればですね、平氏を破って源氏が戦って勝った時も、それから鎌倉幕府が滅びて足利尊氏が幕府を開いた時も、それからまあ豊臣秀吉とか織田信長とか徳川家康とか、みんな同じに見えます。ただ同じことを繰り返してる、ただ人が変わってるだけと。人が変わっただけなのになんでロマンですかと。何のロマンもありませんよと。ただ俺がと言ってるガキ大将が次々と変わってるだけじゃないですか。じゃあ鎌倉幕府の源頼朝一党もしくは北条氏が滅びて足利尊氏になったら、農村にトラクターが入ったとかね。それから織田信長が猛烈に頑張って改善して、家康の時代になったら、もう農民はほとんどいなくなって工業が発達したとか、そういうことがあればですよ、それは社会が変わってますから、指導者が変わったわけじゃないんですよね。ところが私たちは歴史というとですね、何を学ぶかっていうと、源頼朝はこの長男で、次男が源義経だとか、なんとか御前だとか、それから三代将軍の実朝が若い頃はこういう人だったとか、それからなんか大きなイチョウの下あの陰に甥かなんかの公卿が待っててそれを殺したとか、いやいや、まあ実朝が殺されたのはかわいそうですけども、実朝が殺されたからって何も社会変わってなくて、ただ実朝が殺されたっていうだけですからね。いや、将軍様が殺されたったって、将軍様だって一人の農民が盗賊に殺されたんだって同じ人間ですからね。だからその人間が殺された影響が歴史的に問題なら、その実朝が殺されたものを歴史的な転換点として覚えなきゃいけないでしょうけど、何も社会が変わってないのに、ね、トラクターが導入されたわけでもなく、工場が建ったわけでもなく、わらぶきの屋根が、なんかなんとかハウスの鉄筋コンクリートになったわけじゃないんですからね。だから一体何を僕ら学んだんですかね。一生懸命年号を覚えて、なんとかかんとかって語呂合わせして覚えたりなんかしてですね、それで苦労したわけですけども、だから歴史というものを科学から見ると違って見えるんですよ。だから私は歴史学者の書いた歴史は文学みたいに面白いんですよ。彼がこうしてこの時寝たんだとかね、そういうのになってくるから。ところが、まあ、もう一つ事実の方はね、昔唯物史観っていうのがあったんですよ。この唯物史観ってまた面白くなかったんですよね。それなんで面白くないかっていうとですね、今度はあんまりそういうのに反対して左翼の人ですよね。いや、平民の歴史だ、歴史は平民が変わらないか変わらないんだって、また極端になりましてね、農具の変化だとか、農具の変化だってですね、農具がトラクターになったんだったら別ですよ。ところがそうじゃないんですよね。もうつまんない農具の変化をね、追っていってですね、それで歴史を書いたことがあるんですよ。その歴史はやがてマルクス史観みたいなものになっていったんですけどね。だけど私は唯物史観といったああいった流れも間違ってるっていうか、僕には感覚が合わないですね。やっぱり私は科学者ですからね、まあ歴史も本当は科学なんですけども、まあ自然科学者なので、事実としてどういうふうに人間の歴史というのは変わっていったのか、つまり歴史っていうとシーザーとかアレキサンダーとかナポレオンとか秦の始皇帝とか出てくるわけ、そういう人の名前全部消さなくていいんですけど、まあ、覚えやすいためにそれは覚えてもいいんですが、何がこう変わっていったのか、それは庶民の歴史が変わっていったばかりでなくですね、国も変化していき、それから、まあ、王様ももちろん影響ありますからね、まあ、戦争も多少の影響もありますけど、だけど戦争一つ一つを覚える意味があるのかっていうと、これちょっと問題なわけですね。で、こういったその人物主体の歴史、人物に興味がある。まあ、一般的に言えば、一般的にあんまり言っちゃいけないんですけど、一般的に言えば女性的な歴史観と言いますかね。あの人がこうした、この人がこうしたという歴史観と、私が今から話そうとする歴史観は、事実がどうなってくる。だからその部屋に3人の、部屋に入っていったら3人の人がいて、一人一人の名前はこうのっていうのと、私が部屋に入っていったら伝統がいくつで人間が3人で壁の材料はこうだというのと、2つ表現の仕方があるんじゃないかというふうに思うんですね。で、
私はこの大きな歴史そのというシリーズで、やっぱり私が見た歴史というのはどういうものかということを少しまとめてみたいと思うんですね。だから今までの歴史とかなり大きく違います。例えば鎌倉時代から、少なくとも鎌倉時代から江戸時代の末期までは武家時代とか言ってですね、武家農業時代と言いますかね、武家と農業、歩くときは徒歩と、そういう時代だと。それが例えば明治になったらガラッと変わりますよね。歩くのは汽車になったし、それから工業がどんどんできるし、それから殿様がいなくなるしということがあるから、やっぱそこは一個の区切りでしょうね。だけど鎌倉時代から徳川時代までは殿様の名前一切覚える人ありませんよ。覚えるとしたら最初に始めた人が源頼朝で、最後が徳川家康だったというぐらいでしょうね。この間は何も変わりませんでしたというようなことで一行で終わりと、まあ、こんな感じになるんじゃないかと思います。